こんにちは。株式会社スピーチャパンの三橋です。今日も話し方のテクニックについてお伝えしていきたいと思います。えっとですね、あの、今日のテーマはですね、流行り物、流行のものを手を出すべきか否か、みたいな話です。これはあの、話し方というか、まあ、コミュニケーション上ね、流行のもの、ありますよね。ベストセラーとか、流行っているテレビとか、あたくさん売れてる本とか、あ人気のおアニメとか、まあ、いろいろです。 まあ、あの、近々の話で言うとね、この撮影時点で言うと、まあ、アラと雪の女王が流行っているとか、アニメだと妖怪ウォッチが流行っているとかね、えー、まあ、本だとね、えー、何ですかね、最近売れてる本。まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、そういう本が流行ってる。で、あとまあ、スイーツで、人気のスイーツがあって、まあ、最近だとポップコーンがなんか人気とかねで、ちょっと前だとパンケーキが人気とか、まあ、いろいろあると思うんですよ。まあ、その時代時代で、えー、流行り物っていうのがあってね、えー、その流行り物に対してどういうアプローチをしていくことが、 話し方、あるいはビジネス上いいのかっていう話をしていきます。で、これね、やっぱり二つに分かれると思うんですよね。やっぱりちょっと斜めから見る人は、そんなね、みんなが流行ってるものに手出してたら、ただのなんか大衆芸合でね、えー、なんかメディアに踊らされてるだけで、俺はそういうことは絶対しないよと、流行りとかそういうもんではなくて、自分のね、目と耳で判断していいと思ったものはいいんだ、みたいな。いう、 まあそういうパターンと、いやまあやっぱ流行り物ってね意味があるんで、みたいな話で、えー、分かれると思うんですけど、僕の結論から言うと、やっぱりね、流行り物には手を出すべきです。流行り物には手を出すべき。やっぱりチェックすべきです。まあ例えば、たとえそれが後追いであっても、やっぱりそれを知る、知らないっていうのは、やっぱりビジネス上影響が大きすぎるんですね。例えば、我々まあ講師の立場であったり、まあもちろんアナウンサーであったり、ビジネスの立場で、今流行ってることを知らないっていうのは、そもそもね、 コミュニケーションできないわけですよ。妖怪ウォッチ流行ってるじゃないですかとか言われて。 え、な、何のことですかな、何ですかそのウォッチって、みたいな。ま、あそれはちょっと、まずいわけですね。別に、あの、アニメを全部、網羅してね、全部のグッズ買い占めるっていうのは全然意味がないんで、そういうことじゃなくってね。じゃあ、妖怪ウォッチって、えー、どこでやっていて、いどういう、な、なんであれ人気なのかってちょっと調べてみて、実際のアニメを、ま、あ一回ぐらいね、なんか録画でもなんかしてみるとかね。あと、なんか、妖怪体操っていうのが人気だとか。ま、あそのぐらい知っておかないと、一体ね、今なんであんなにブームって、あれ、そもそもブームっていうのは、 ビジネスなんですよね。経済を相当動かしてるわけです。なので、それを知っておかないと、まああなたもね、えー、まあそういうとこからやっぱりヒントを得ることができたりとか、あまあそれを絡めてなんかね、ビジネスアイディアが出たりするわけですよね。やっぱりね、あの人々の心をつかむ、まあ流行するっていうのは必ず理由があるので、ぜひね、そこはもうつまみ食いでも僕全然構わないと思うんですね。なので、どん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 つまんでいって、えー、そのね、新しい流行、 とかをね、どん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 、まあ、新しいもの好きって僕もそうなんですけど、もう僕はどん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 ねえ、掴んでいくべきだなと思います。で、これやると何が起こるかっていうと、その新しいもの、これインターネットの世界でもそうですけど、Facebook が流行り出した。もうすぐやる。ね。えー、今だとスーが流行った。すぐやる。これやるとですね、もしその中のどれかが当たると、その専門家としてそれを教える側に回れるんですよね。先生になれるということがあるので、 実は流行り者っていうのは、早めに手をつけて、早めに勉強して、えー、それがすごい興味あることだと、まあ、どん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 やっていくとね、えー、自分のね、えー、専門性が高まったり、それでなんだったらビジネスになってお金をいただくこともできるっていうのはよくあるので、あ、流行り者には手を出すべきというお話をお伝えしました。あ、ぜひね、あなたもそういう意識を向けていただいて、ビジネスにつなげていただければ嬉しいです。えー、このね、えー、 チャンネルではあ、話し方やビジネスに関する情報を無料でお届けしてますので、ぜひ YouTube のチャンネル登録をしていただくと嬉しく思います。ぜひよろしくお願いします。以上、株式会社スピーチジャパンの三橋がお伝えしました。